はいはい、到着してしまいました。あ、焚き火が、雨の日焚き火をするとなんか美味しいな、これな。はい、温泉のパトロールが終わりましたんで、命を守る行動ですよ。そうっす。たまらん。ということで、1日2麺、2麺目。
ですね。で、GoPro を再起動とか一旦電源切っておいて、でまた入れたんで、あのリモコンも、ちゃんと動いてますね。どのぐらいになったらダメなのかな、これな。ツイートしておきました。今日火曜日ですかね。皆さん基本的に働かれてますよね。まあでもあのノンアルですけどね。ノンアルでもなんか救われた気になるな、あれな。あ、なんですかね。まあこれで一本ね、なんか、本物じゃなくてもなんか一本飲むことができれば。もうちょっとなんかすごく、落ち着くっていうか、白眼鏡だったな、白眼鏡うちの会社にも白眼鏡のがいるんですよ。この筋ではちょっとこれ最近ちょっと有名になってる、あれですね、ラーメンショップ巡りしてる白眼鏡ってこれ言うともう分かっちゃうな、誰かな、困ったなあ、いろいろなんかね、いろんな人生がありますよ。自転車とかいっぱい行っちゃうよね。あ、そうしかないもんね。
奥多摩です。そして定番のノンキエさん。あ、はい、はい、行きます。吃着火吃着火23度ですね。まあ奥
たはこの、この定番のノンキ屋さんで、昼飯ですね。で、もともとあの、ラーメンうまいんで、ラーメン、食おうかなと思ったんですけども、カツ丼があることをですね、知らなくてですね、で、カツ丼も、食べてみました。いや、もう、あの、久々のヒットですよ、これね。かなりうまい。一番の特徴はですね、まあ、カツが、丼、なんていうかね、丼に、この、詰まってるっていうか、ちょうど丼の丼の丸にですね、ちょうど層を、本当にこう、ぴったり層よりですね、入ってて、これは見事なんですよね。で、かつ、卵はいい感じにこの、乗ってましてですね。で、それも、なんかね、なんか、パンチっぽいのもちゃんと乗っており、そして驚いたのがですね、カツの中にまで、この、まあ、ソースが染み渡っておったと。いや、これも絶妙ですね。卵のこの柔らか、ふわふわかつ、なんかね、甘い感じのとですね、で、カツがですね、中まで、しっかりと味がついてる、この中、絶妙ですね。辛すぎず、この甘すぎず、なんですかね。いや、これはちょっとうまいね。ラーメンよりうまいんじゃない？ちょっと初めて、初めて表現だ。いや、ちょっと食ってみるもんですね。よかった。待って、まだ。いや、昨日実は、夏休みの残り3日目ということで、蕎麦屋でカツ丼を食べようと思ったよね。カツ丼か蕎麦って。で、そう、蕎麦屋が、近所の蕎麦屋が、もう臨時休業してですね、もうがっくり来て、で、まあ、次に食べたいものが、なんか、急に海苔弁ってなったんですね。で、弁当屋で海苔弁を買って、まあ、自宅で食べたっていう、そういう夏休みだったんですね。いやー、今日はちょっと、なんかいい。もう、もう、今日一日の中で一番多分あれがいいな。救われた気がするわ。工事ばっかりですね。皆さんやはりラーメン食べてますね。皆さんやっぱりラーメン狙いかな。
31分、20度です。この時は。もう夏も終わってしまいましたな、これはな。なんだ。
まんな、バーベキュー。来ます、来ます。はい、カノトイは右です。どうも。はい、13時37分21度ですね。トイレが先そこで、水場が、ここと。到着しました。で、ちょっとここに積んでますんで、ちょっととりあえずもう着きましたからね。そうだね。焚き火をしますよ。よし。さて。さてさて。ちょっと。うわ、ちょっと。どうだ。
はいはい、到着してしまいました。まあ、ということで、到着の儀ですよ。はい、おじょす。おかー、うま、冷えてるわ。どうすか、ああこの困ったな、これな、久々ですよ。いい、まずはちょっと荷物を、一個ずつちょっと下に下ろします。下ろしてます。まずタープですね。タープを、立てました。このラインですね。タープを立て終わって、テントを立てるところでちょっと雨降ってきましたね。あ、ちょいいか。はい、14時47分ですね。で、本日の陣形ですよ。で、タープ、テントを立て終わりまして、で雨が、まあ、ちょっと降っ、まだ、あ、まだ降ってますね。でこんな感じです。つらはちょっと ここ止めてないからこうなってんだ。ちょっと止めないけど、はい、はいはい。ここもちょっと、ベンチレーション立てておくと。こんな感じですね。一応の、川がズドンと見えると、いやいや上流側を少しこう眺められるように、セッティングしたって感じですかね。こうですよ。なかなかいいですね。で、私の他に2名、いずれもソロです。で、ちょっと中やりますよ、中。で、今回は、初ですね。コット買いました、コット久々に。でかいわな、重いコットを持ってますけど、このコンパクトなやつは、初めてですね。はい。外は、また雨が強くなってきましたよ。いい感じですね。で、中ですね、コット、今回新調というか、買いました。今まで、まあ、オートキャンプ用のでかいのを持ってたんですけどね、ツーリング用はちょっと初めてで、で、前回の7月のですね、新潟キャンプの時に、エアーマットが破れちゃったんですよね。で、もう一個下のご利用があるんで、一人で行く時はそれ使ってもいいんですけども、ちょっと、最近コットが流行っておるっていうことで、ちょっと買ってみましたよ。で、コットいろいろ出てるんですよね。で、まあ、一番有名な、椅子で有名なところのメーカーだけはちょっと買いたくなくてですね。で、ちょっとまあいろいろ考えてですね、まあ値段そこそこで、良さげな、まあちょっと、丈夫で、あとまあ、簡単そうなやつ。ということで、このメーカーですね、このメーカーね。うん。アルピデックスって言うんですかね、これね。うん。一応なんか、会社としてはドイツのようですね。で、日本の、まあ、輸入元、なんかいろいろ、コットいろいろ自分に合ったものを探したらここに行き着いたっていう方が日本の輸入元っていうか、独占販売なのかね。一応なんか、そういうふうなサイトで、まあ、アマゾン系で買いましたね。で、ちょっとこれ組み立てますよ。で、この、なんですかね、この布のところに、まあ、組み立て方が
書いてありましてですね、まあ、あのポールを、2つズドンとこの、突っ込んで、であと足をあのパカパカっとはめるっていうやつですね、うん、もう中暗いからこのランタンつけてますよ。でこいつ向きはこう、こうしな、こういうふうにしなってるやつがこうね、こういう向きね、うん、これが正解だと。このこう出っ張ってる方に足が、ね、これ間違えたら大変ですよ、これね、出っ張ってる方に足が、うん、こうね、うん、よし、よしよし。でまあここまで来たらこれ両側から入れるんですね。入れる。でちょっと狭いからな狭いから入れるけど、あの一回家で試して、一晩、ちょっと、ね、寝てみました寝てみました。オッケーオッケー、ね、あこれ逆だね。これ止まってるね。止まってるから こっちこっちから入れるんじゃない。違うか。あ 両方も止まるのか。うん、一応あのどっちからも入れて一応ストッパー的になるように、この口が工夫されてるんですよね。はいはい。最後がこう来るようにということですね。で反対も同じように入れると、ちょっと待ってよ。どっちからでも一応入れられるんだって。で一回寝てみたんですけども なかなか良かったですね、思ったより良かった。でやっぱ幅がですね、これ何センチですか、78センチとか、そんなんですけどね、もうちょっとやっぱり欲しいなって感じですね、うん、でこれはやっぱ幅がもうちょっとあるともっとこうあのコンパクトにならないってやつなんですよね。でも外国でドイツでこれでこの大きさですから、ドイツ人これでいいってことなんですかね。ドイツ人が寝られるんだから日本人絶対大丈夫だなってまあそんなこと思いようなかったんですけどね、うん、よし。でこっちは飛び出さないようにして、でこっち下ね、よいしょ、はいはい。テントの中で組み立てるの初めてですね。よし。でこいつはこいつが、このギミックがこうなってくる、うん、あれここがいいのかいいのか、片側を入れてどっち側からまずどこでも見ようか、うん、真ん中でいくか。よし、ここ、まあこうやって、で、これパカッとはめるんですよ。うん、2個はまったと。で、2個目、はい、よし、外したやつをこう入れてパカオン、で最後これも、うん、こう先端を入れてですね、はまってるね、ちゃんとはまってるね、はまってるね、はまってるね。でパカオン、まあこれで、まあ、簡単に、これまっすぐなってんのかな、これな。まあ、なってんのかな。うん。で、こう簡単にこの組み立てが完了して。で、この高さなんですね。で、こういう、今日、砂利のところですよね。砂利のところだから余計ちょっといい感じじゃないですか。で、その代わり、
テントのそのままこれやるとこう硬いもの同士になっちゃうんですから、あの砂利とかやっぱこういうのちょっとこれでもちょっとあれですよね、ここにでかいのあるんだよし、ここですね、頭今日少しこう傾いてるからこの角度で、ここでこうですよ、うんですね。でちょっと寝てみましょうか。よしで、おちょっとおっさん寝てみますよ、おっさんね。よしよし、でこんな感じです。よしよし、まあこんな感じですよ。あのキシキシも言わないし、なんか今んとこいいですねまだね、寝るの2回目ですからね。はあ、よし、もう下ちょっと石ゴチゴチ痛いんですけど全然大丈夫、まだちょっとおすすめと言えるレベルまで、ちょっと体感できてないんで、まあ、一応私はこれを買ってみましたって感じですね。はい、寝袋はですね、モンベルのなんだっけ、このこの伸び縮みするこの羽毛、の 3番ですね、うん、この なんだっけ、この中のこの貼ってある紐がなくなったってやつの3番、今ぐらいの季節に多分ちょうどいいんじゃないですかね。ね、ちょっと出して、多分お腹にかけるだけだと思うんですけどね。で、下のこのキャンプ用に買った、イスカの、ノンスリップピローね、これはちょっとなんかズボンとかあれを置いていつも寝ちゃうんですけどね、それを膨らませて、これのカバーですね、これは穴があるのがここね、空気入れすぎてはんまんねえじゃねえかよ、空気入れすぎてはんまんねえよ。よしよし、まあこんな感じですよ。はい、一応寝床は用意しておくと。でもこれなんか酔っ払ってなんかバーンって夜中乱暴に乗ると壊れてしまって、酔っ払った上にもうめんどすげえ面倒くさいのに、サーマレスダウンハガー800の3番ね、このなんかこのゴムが、もともとゴムがついてるやつがこれ ないのか、どうなんだ、あ、ゴムがないんじゃないですね、このダウンを、こう吊るしてる紐かなんかがちょっと改良されたやつですね、これね、その分ちょっと軽量化したのかな、まあこんな感じでしょう。はい、はい、15時47分ですね。ちょっと水を汲みに行きます。水を汲みに。よしよし。マスク。水汲み場に行くのにマスクいるね。一応ね。
もうこの上はもう人は住んでないから本当綺麗ですよ。キャンプ場もないしね、うん、あ、そっからここいい風景ですね、ここね、これね。まあ、もう水場すぐですね。ちょっと水場の前にちょっとトイレ行こう。トイレ、このロッジいいですね、なかなか。ちょっとあの管理人さんとちょっとお話しさせてもらったんですけども、あの昔八重したところがですね、どうもちょっと今テント立ててるあそこじゃないかっていう話になったんですよね。確かになんかそういう気がするんだよな。バイクを下まで下ろしたな。もうあそこまで広くなかったもんな。これ30秒も止まれんの。なかなかいい河原だよね。やっぱそうか、そうかもな。ちょっと明日あの手はもう一回見に行きますけど、このジャムもこれも交換買えようかなと思ってるんですけどね。ジリスノーいいじゃん、ジリスノーね、うん、で、そこですね、ちょっとGoPro でインターバル撮影をちょっとしてますよ、うん、やっぱここだよ、あどうだっけ、広いね、こっちはいいね、こっち、いやそこ来たかったんですけどね、ちょっと出だしが遅れちゃって。16時07分ですね。水も汲んできて、もうのんびりですよ、のんびりモードですよ。ちょっと喉乾いたな。またちょっとあの、ちょっと横になろうっていうか、思ってたんですよね。でもう一本ちょっと、もう一本ぐらいちょっと飲んだ方がいいような気がするんだよな。ん？ちょっとビール何本あったっけ？あれ？ビールは、あと、ん？スーパーぐらい取ったよね。あ、よし、よし。スーパーぐらいの。ね、マスクを今取りましたよ、マスクを。はいはいはい。じゃあ、お疲れ様です。冷えてるなぁ、これ、ほんとうまいなぁ。で、先ほど、あの、お隣さんが、ちょっと自分が写真撮れとったら、このタープ、あの、大きさ、何メートルあるんですかって聞かれて、6メートルあるのかな、うん。で、お隣さんはちょっと、あの、小さいんで、なんか、テントがやっぱ濡れちゃうって話になってますね。うん、やっぱテントも守りつつ、ちょっとソロだったらこういう感じがいいと思うんですけどね。
ちょっと荷物的には大きくなってしまうんですけどね、重く大きくなってしまうんですけども、もう GS だったらこのぐらい全然大丈夫ですからね、うん、かあうまい。ちょっと待てよ、つまみやったな。でやっぱり食べたくなっちゃうんですよね、チータラが。なんかチータラ食べたくなっちゃいますね、これね。あのこの前あのチーカマと間違えてましたけど、ね、チータラですよね、チーズタラね、これありますよ、チータラですよ、チータラね。ああちょっとこれ軽く食べて飲んだら、一本飲んだらちょっと、まあ、昼寝じゃないけど夜の分に備えての、うん、ちょっとおねんてをしてみようかなと思いますね。うん、あこれ濡れてんな、うん、うまい。で、ちょっと、この陣形をちょっと送った方がいいね。うん、こういう感じですよ、もう雨の音と、川の音を聞きな、川の流れる音を聞きながらですね、こうのんびりのんびりするわけですよ、本当。はい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 、ほんといいね、うん、川の音をしてるとなんすかね、こそこそモードにしなくていいですからね、打ち消されるんで、これがいいとこですよ。あっちゅうまいなくなっちゃってます。しょうがないな。でここはゴミは燃えるゴミの袋は、ちょっと有料で110円か150円か。受付で買いました。で、それはそれで。で、缶とかは、ちょっとバイクなので、本当は持って帰るみたいですね。オーナーが、オートバイなんで、私は、捨てますよって、言ってくれたんで、ちょっと甘えようかなと。はぁ、いいね。いいですな。うん、今これが小西場のナナちゃんの椅子、ナナちゃんの椅子で座ってるんですよね、はい、いいね、雨降ってな、少し寝てみようと思ったんですけど、もうなんかそれどころじゃなくなってきたな、ちょっと加速しそうだな、うん、寝てる場合じゃないな、あれな、ちょっと、ま、薪でも割ってみるか、薪、もう割れてるんですよね、割れてるんですけど、実は、かなり前に買って一度も使っていないこの斧があるんですよ、斧がね、うん、これを今日ちょっと使ってみたいわけですよね、ちょっとよしよし、よしよし、よいしょ、
で、これのいいのは、このカバーが気に入ったんですよね。これ、キュッてこうやって、こうね、うん。このまま持ち歩くとちょっと危ないですもんね。こうやって、このロックがついてる。うん、こうやって。これが気に入ったんですよ。うん、歯がね、どんなのか、おー、切れるね。いいじゃないですか。ちょっと平らになるならあんな。ちょっと、あれ？どこ行った？ハンマーどこ行った？ハンマもう昔は焚き火をするためにキャンプしてたようなもんだったんですけど、最近全然食べるのが一生懸命になっちゃって、こう初心を忘れちゃってるんですよね、初心をね。ほんとね、いかんですよね、ほんと。結構いいね。結構切れることが分かった。よし。ポン。で、変わってね。変わって。で、ちょっともう、ちょっと喉が渇いてしまったな。でちょっとこれいってみるか。すだち取ったね、すだちね。すだち中が売ってるかなって、ちょっと期待したんですけど、ね、売ってなかったね。すだち中があればな。先はちょっとなんかあん。ちょっと足りなくなってきたんだな。ね、いいか。これいくらだったっけ。3個で107円ですね、税込みで。もう高いよね。高級ですな。ね、贅沢でしょ。これを箱ごとなんか買って帰ったな。いつか。でちょっとイチコで行こうかね、イチコで、よし。まあ普通の輪切りでいいんだよな。はいはい。やっぱこうなるからこう切れないね。あ、片手じゃちょっと難しいね。片手じゃちょっと難しいですな。よしよし。で、ちょっと片手でどうすか。はい、ということでちゃんと両手で切ります。
はいはい、そうそう、なんかこういうことじゃん、こうね、こういうのもしていって、うん、こうね、こうね、こう森さんに怒られちゃうね、はい、戻すか、ね、こういうところ、切ってもう置いとくわけですよ、いつでも置けるように、はい、本日のスターティングメンバーと、スターティングメンバーをご紹介します。はい、雨も、しっかり降ってます。ご報告いたします。ではでは、こうね。でもう一度、上からちょっとかぶせるとね、かぶせてですね、おおおお、ちょっと揺れ取りますよ、揺れ取りますよ、で、すだっちゅうをあのこうじゃないですよ、こうね、皮の渋みを、ちょっと垂れるように こっち向きね、いらしいんですけどね、ちょっと形がこれ難しいね、これね、ドボン、よし、で、いきましょう、いきまーす、なんかもうイチゴじゃないね、すごいね、うまい、あ、これほんとうまいよ、このもうあっという間にすだちチューになります、すだちチューに、イチコの素直さとですね、徳島のこの良好なですね、良質なすだちがこう相まって、これいい感じですよこれ。あ、うん、あ、のりさんと飲みたいな、こうやってな、またな、うん、困ったな。いや、大切にちょっとね、これだけしかないから大切に飲みますけどね。合わせて切ってやるだけです、こうね、で、うん、これこれこすごいこうこれ板がなんじゃか薄いからこう怪我しないようにしないといけないね、絶対こう怪我しようね、だから早めに酔っ払う前にやっとこないとダメですよね、こう、よしよし、はい、もうできました、もうできました、できましたですよ、ほらね、よしよし、場所作るか、場所、一回とやって人に二次会用にもちょっと取ってきたよな、そうそうそう、はいはい、ああこう油がよく崩して、よし、
よし、これどうですか。結局これでやっちゃうんですよ。あ、雨の日の焚き火ってなんか美味しいですね。困ったもんですな。はい、17時10分ですよ。で、夜の部もう開始します。でここは、20.8 度ですね。先ほどまでは19度台だったんですけども、ちょっと焚き火始めたら暖かくなりましたね。で、ビール2本飲んでですね、まあ、ちょっと一眠りでもしようかなと思ったんですが、もうなんかちょっとなんかそれどころじゃないという気になりましてですね、すだち中をちょっと作ってしまったらですね、もうスイッチ入っちゃいまして、もう言っておりますよ。で、本日の陣形ですね、どういう布陣で臨むかといったところですね。でまずは先方からいくとですね、最近野菜ちょっとないなということで、これ買ってみましょう。これサラダ、でサラダこれだけだとすごく健康ですよね。プラマイゼロにしなきゃいけないんで、マヨネーズを、マヨネーズね、買ってみました。マヨネーズ。これでプラマイゼロになるんですよ。こういう感じですね。で、まあ、先方としてこの、野菜物シリーズの、として、この、北海道のトウモロコシね、これ買ってみました。これ、1本はちょっとお土産持って帰ろうかなと思います。はい、で、野菜を食べた後ですね、これちょっと一太郎さんのに嫌がらせね、タコさんウインナー。これ弁当用だったりしますからね、最初から切れてるんですよ。僕が大嫌いな、このなんすかね、面倒くさいことをやってくれてるわけですよね。お包丁持ってるとこもう好きじゃないですからね。これ偉いですよ、これ。ちゃんとこう、ソロキャンパーのですね、私のソロキャンパーにちゃんとこう受け入れられるような、ちゃんと商品開発してましたからね。これいきますからね。で、今日のメインですよ。これですよ。ちょっとまあ、こう、東京なんですけどね、東京でちょっと牛はなかなかないですかね。栃木県産の、ステーキ用の肩、ミスジですよ。ね、部位としては。はい。で、これはですね、お勤め品だから方のお勤め品。20% 引きですよ、20% 引き。1120円で、税込みで1210円で売ってるんですよね。で、これ、なんでお勧め品かというと、ちょっと形が良くないんですよ、これね。ちょっと割れちゃってるっていう感じですね。あと、ちょっとボリュームがあって、形がいいやつが、もう1800円とかなんか、普通にしてましたからね。このまあ、そっちの方がかっこいいですよね。やっぱお勤めには、やっぱお勤め品が多分合うんじゃないのかなっていうので、これ買いました。これをちょっとメインに、これだっていうの蓋で、で今日は焼こうかなということで、先ほどからもう常温に戻すべく、外に出しますね。で、締めにですね、ちょっと多分これ塩ラーですかね、塩ラーね、これご飯です。で、明日の朝は、ちょっともうカップラーメンじゃなくてですね、ちょっとなんかこれ食いたくなったんですよね。もう明星の鉄板焼きそば、なんか適当にこのぐちゅぐちゅってやって作るやつですね。フライパンでフライパン持って見てますかな、これでしょ。でこれに、そいつの3倍ぐらいする3倍以上するですね、この、ロースのこのまあ、切り落とし、これをちょっと投入してですね、であとネギだくにしちゃおうかな、いう感じですよ。で、汁物がないので、ちょっとワンタン、これね、これ買ってみました。で、まあ、
ソースをオイソースするかなと思って中濃ソースを買ってしまった。で、あとこのステーキ用にステーキソースを買いましたね。うん。で、今日パトロールして良かったしまいましたな。そうみんなタレを置いてたんですよ、あのスーパーは。まあ、偉いですよね。今日多分使うことは多分ないと思うんですけどね。とりあえずあのスーパーのこの品揃えに敬意を表するためにちょっと買いましたこれ、うん。ということで、こんな感じでしょ。で、燃料庫はビール2本飲んで、あとビールは、あと1本ですね、うん、あと1本で、あと角ハイボールと、あとこの、焼酎、このちっちゃいやつ買ったんですよね、あんまちょっと飲みすぎても良くねえなと思って、で、このちっちゃいのでもう終わりですよ、で、今日大失敗したのは朝のノンアルをうっかり買い忘れちゃった。だから朝のお勤め用のはちょっとないんですよね。これちょっと良くないですね、うん、ちょっとうかつだったな、うん、やっぱ思いがけないスーパーでこういう基礎味のタレがあって浮かれちゃったんですよね、うん、だけどまあちょっとあのポリッピー買いましたからね。ポリッピーのこのチョコ、これを M 代わりに、ちょっと食べるということで、まあ、こんな感じですね。で、やります。で、トウモロコシですね、北海道産の。これをちょっと、これなんかすごい簡単な皮の剥き方をなんかやってたんだよな、ちょっと忘れちゃったけどどうやったっけな、うん、ちょっと待って、焼けトウモロコシの一番美味しいやり食べ方ってどっかであったな、ちょっと調べよう。ネット調べたら、これをこのまま焼くときは この皮付きで焼くと、で洗いなさいってなったんですね。洗う、皮に洗いに行こう、皮にせっかくだからな。洗うっていこう。結構来てるよ。いやー結構来てるね。一応来てます。よいしょ。で洗ってきました。洗ってきましたね。こうです。で、このままあの皮がついてるまま焼くっていうんですけども、商品として商品価値を見せるためにここ剥いちゃってますよね。剥いちゃってるやつはこうスライドするんじゃないですか。スライドねスライドしてるな。このなんかこれ、うん、よし、どこだ、どこだ、どうですか、やかん。Oh, you are.
さあ、テントを立て終わりまして、で、雨がここまで来たら、こう両側から入れるんです。冷えてるなぁ、これ食べたくなっちゃうんですね。チータラがなんか、はい、本日のスターティングメンバーさん、スターティングこうじゃないでしょ、こうね、皮の渋みをちょっとさっき何もないの合わせて切ってやるだけ。雨の日の焚き火ってなんか美味しいですね。で、夜のもう開始します場にちゃんとこう受け入れられるようなちょっと商品を開発してましたけどね。商品として商品価値を見せるためにここ向いちゃってますよね。あ、なんかこれ